アイスジュエルズボルジュで解き明かす RE アンダーラインプレイの感動、羽生結弦の言葉が紡ぐ希望のメッセージ。アイスジュエルズボルジュの発売。表紙を飾る羽生結弦選手の凛々しくもどこか哀愁漂う表情に胸が締め付けられるような思いを抱きながらページをめくる。特集は羽生選手の最新アイスショー RE アンダーラインプレイ。 そこに込められた彼の言葉、そして彼を支える人々の言葉を通して、羽生選手の新たな挑戦と未来への思いを深く探っていく。RE アンダーラインプレーは、単なるアイスショーという枠を超え、羽生譲るという人間の祈りそのものと言えるだろう。ショーのタイトルにもあるように、彼は祈るという行為を通して、これまでの人生で得た喜び、苦しみ、 そして未来への希望を私たちに語りかけている r e アンダーラインプレイは羽生選手がプロスケーターとして歩み始めた2022年以降初めて挑んだ本格的なツアーだ全国4会場計12公演という大規模なツアーを通して彼はスケーターとしての新たな挑戦を続ける決意そして自身が抱く未来への不安や希望を表現したその挑戦は 観客席に詰めかけたファンだけでなく、彼の心を支える多くの関係者にまで、深く響き渡った。RE アンダーラインプレーのテーマは、一言で言えば、再生。それは、羽生選手自身の人生における再生、そして、彼がギフトを通して描き出した希望をさらに進化させ、未来へとつなげるための新たな出発点と言えるだろう。ショーの構成は、 過去を振り返りながら未来への希望を描き出すという彼の心の軌跡をたどるような構成になっている RE アンダーラインプレイのプログラムは羽生選手のこれまでのキャリアを象徴するような楽曲で構成されている例えば壮大なスケール感で観客を圧倒する生命、繊細な表現力と力強いジャンプが融合した Hope&Legacy そして 彼ののスケート人生の集大成とも言うべきオリジンなどどれもが彼のスケーターとしての成長と心の変化を物語っている r e アンダーラインプレーは単に過去の名作を振り返るだけでなく新たな試みにも満ち溢れているその一つが三木越が手がけた演出だ三木氏は羽生選手がギフトでタッグを組んだ演出振付家であり 彼の才能と表現力を最大限に引き出す演出で知られる。R.E. アンダーラインプレイにおいても、三木越は羽生選手の個性を際立たせる演出を展開し、彼の内面世界を表現する舞台を作り上げた。ショーのコンセプトは、祈りであり、羽生選手自身の内面を深く探求することで、彼の心の奥底にある希望を表現している。三木越は、羽生選手について、 少年のようでもあり、仙人のようでもあり、祈祷者のようでもある、と語っている。それは、羽生選手が RE アンダーラインプレイを通して、彼の内面にある多面的で複雑な感情を表現していることを示している。三木越の演出は、羽生選手の表現力を最大限に引き出し、彼のスケートを通して、観客の心を深く揺さぶる。ショーのラストシーンでは、 ハニュ選手は観客席に向かって両手を広げ静かに祈りを捧げる。それは未来への希望を託す力強い祈りだった。RE アンダーラインプレーでは三木子氏だけでなくトビー・フォックス氏、清塚信也氏など様々な分野のクリエイターが参加しハニュ選手と共に作品を作り上げていった。その中でも特に注目すべきは ゲームアンダーテールの開発者でありゲームの BGM も手掛けたゲームクリエイター作曲家のトビー・フォックス氏だトビー・フォックス氏は RE ・ア,ーーアンダーラインプレイのためにメガラバニアバーゼントラック・アン・アスゴアという自身の曲を提供しショーのストーリー全体にアンダーテールの世界観を融合させたトビー・フォックス氏の楽曲は力強く幻想的な世界観を持つ一方で どこか哀愁漂うメロディーが特徴で羽生選手の表現世界と見事に調和している RE アンダーラインプレイではトビー・フォックス氏の音楽が羽生選手のスケートとシンクロし彼の内面世界をさらに深みのあるものにしてくれる特に「メガラバニア」が流れるシーンでは羽生選手の力強いスケーティングとトビー・フォックス氏の力強い音楽が融合し 観客を圧倒するパフォーマンスを生み出している。トビー・フォックス氏は、RE アンダーラインプレイの音楽について、羽生選手のスケートとシンクロしているように感じて感動した、と語っている。彼の音楽は、羽生選手のスケートをさらに輝かせ、観客に強い印象を与えた。RE アンダーラインプレイは、羽生選手自身の言葉、三木氏の演出、トビー・フォックス氏の音楽、 そして彼を支える人々の言葉が融合することで観客に深い感動を与える作品となった羽生選手は RE&LINE プレーを通して私たちに何を伝えたいのか RE&LINE プレーは羽生選手がスケーターとしての新たな挑戦を続けることそして未来への希望を諦めないことの大切さを私たちに教えてくれるそれはまさに アンダーラインプレイというタイトルが示すように未来に向けて祈り続けることの重要性を訴えかけている羽生選手は RE アンダーラインプレイの総括で自身の心境について語っているそこには過去の栄光にすがることなく未来に向かって進むための決意表明そして新たな挑戦への強い意志が感じられる羽生選手の言葉は まるで私たちへのメッセージのように響くそれはどんな困難があっても未来への希望を諦めずに自分自身と向き合い新たな挑戦を続けることの大切さを教えてくれる RE アンダーラインプレーは羽生選手がプロスケーターとして新たなショーを始める宣言であり同時に未来への希望を託す祈りでもある彼はこのショーを通して 自身のスケーターとしての新たな挑戦、そして未来への希望を表現し、観客の心を深く揺さぶった。アイスジュエルズ・ボルジュは、ハは、ュ乳ユズルの RE アンダーラインプレイを、彼の言葉、そして彼を支える人々の言葉を通して深く理解するための、貴重な機会を提供してくれる。アイスジュエルズ・ボルジュでは、では、ュ乳選手自身の言葉だけでなく、三木越、 清塚信也氏トビー・フォックス氏そしてハビエル・フェルナンデス氏ジェイソン・ブラウン氏田村山俊氏といった羽生選手の人生に深く関わる人々の言葉も掲載されているこれらのインタビューを通して羽生選手の新たな一面そして彼を支える人々の思いを深く理解することができる r e アンダーラインプレーは単にスケート技術の粋を極めたショーというだけでなく ハニュー選手の心の奥底からのメッセージを伝える作品と言えるだろう。ショーのテーマ、演出、音楽、そしてハニュー選手の言葉を通して、彼の内面を深く探求することで、私たちもまた、自分自身の未来への希望を見つけることができるかもしれない。R.E. アンダーラインプレイは、ハニュー譲るという人間の深みを理解するための、大切な一歩となるでしょう。そして、 アイスジュエルズボル19はその一歩を踏み出すための最高のガイドブックとなるでしょう。